ちょっと探索してたら宝の地図あった。つまり探索に行くのか。後回しにしてたら多分忘れると思うからね。じゃあ行きますか。忘れ物はないよな。あの、なんか消えてません？この漢字は多分なんか立ってる。生産者ではなく破壊者の顔か。消えた経緯が不明すぎない？暇になったら毎回地形消し飛ばすからな。あのマスターが？ちなみに前はニュートになってた。ネザーの時の？そうだな。うん、まあある意味空きスペースは増えたけど、一括破壊で探してます。ある意味最強だな。あ、あった。何が入ってるかな。ダイヤモンドが3つはありがたいね。まあクリエイトのふるいで丸石から生み出せるけどな。まあそうだね。ね、今回はある意味クリエイトの機械で一番大きなものを使うね。一体何なんだ。レシピはこれだ。作業台、真鍮ケーシング、電子管だね。まあまずは作ってから機能とかは話そうかな。材料はほぼ揃ってるな。真鍮ケーシングだけ作らないとね。この植林場結構効率恐ろしいよな。一回転でだいたい30ぐらい増えるからね。まああとは材料を使えばケーシング化できるから便利だな。あとは自動化したらケーシングには困らなくなるね。このケーシング化するときの音好き。確かに聞いていて心地は良いな。こういう低音の音ってなんか落ち着くよね。回収だ。ちなみに今後って何をするか決まってるのか。実はあまり思いついてない。失踪だけは嫌だから、せめて10ぐらいは施設を作りたいかな。まあ鉄道の作成もあるからな。溶岩無限化もクリエイトの方法でやらないと足りなくなりそうだね。確か鉄道には黒曜石も使うしな。今後の施設とかには結構溶岩使う予定だからね。まあまずは今回の目的だな。まず別の世界で作った建築があるんだけど、その材料が足りない。それなら自動化して勝手に作ってくれるようにしようって感じだね。ちなみに揃ってないのはレンガだね。やることはまず丸石を砂利に、その次に砂利を粉砕して砂に、砂を洗浄して粘土にした後精錬してレンガに、そのレンガを組み合わせてブロックにする感じだね。今回はこの工程を自動でやってくれるようにするわけだね。この編集疲れる。まあややこしい時にはあった方が良いな。これで配置はいいかな。で、メカニカルクラフターの説明だけど、高度な作業台って感じ。すごい雰囲気だな。作業台のようにクラフトもできるし、作業台ではクラフトできないものを作ることができるからね。それが今回作る破砕ホイールか。メカニカルクラフターでしか作れないからね。今は手動だけど自動化にも使えるね。素材セット完了。あとは動力だな。シャフトを取り出して歯車を置いて、あ、オーバーストレスになっちゃった。燃料バルブ開放。流れてるね。再始動。結構回さないといけないな。燃料供給まで回さないといけないからね。バルブを閉めて。始動直後のこのうるさい感じいいよな。始動し始めたって感じがするからね。クラフトされる様子も初めてだから見てみようかな。はっや。まあこれでできることが一気に増えたね。これでネザライト無限もできるけど、いるかな。設置予定地の整地だけしないとね。雑だな下り方。まずは丸石を砂利にするために石臼だね。石臼どこだっけ。あった。すごい綺麗につながるな。で、破砕ホイール用のスペースも考えてベルトコンベアを設置。このくらいかな。方向の確認合ってるな。じゃあ破砕ホイールを設置。でっか。実は砂利の粉砕時にたまに粘土が手に入る時があるから、うまいこと接続しないといけないんだよね。厄介だな。それが楽しいとこでもあるけどね。つまり真鍮トンネルで分別するわけだな。一番簡単な方法だからね。あとは精錬とクラフトだから、ここにメカニカルクラフターを置いて、あとは設定だな。こっちを搬出にしたらインベントリの共有化して、よし、ファンネルを取り付けたらいいね。あとはフィルターと動力か。じゃあまたギアをつなげて変速か。それもいいけど、
もっと細かい調整ができるようにするね。デプロイヤーがグーになった。いた。戻そう。で、精密機構を使えば回転速度コントローラーが作れるんだよね。まあ、ラインを組んでないから少し面倒だけどね。何回もアイテムを変えないといけないのか。小さい歯車。大きい歯車。でっかい。これをあと4回だね。この手間を見てほしい。小さい歯車。大きい歯車。でっかい。小さい歯車。大きい歯車。でっかい。小さい歯車。大きい歯車。あ、間違えた。でっかい。小さい歯車。大きい歯車。でっかい。これで完成だね。本当に進捗の通りだな。 20% で失敗もあるからね。これで完成かな。木材詰まってるぞ。まあやってることはフローチャート通りのことだね。この大きさであの手順が全部できるのか。効率は自己流だからわからないけどね。で、ある程度溜まったら一気に精錬されるね。精錬されたら長いね。こんな感じでレンガブロックに。蒸気エンジンのおかげで 256rpm で動かせるのが強いな。本当に作ってよかったね。パシャリ。動画時間今回長いな。次回からまた短くなるかもね。じゃあまた次回だね。それではまた。さようなら。そういえばネザーには多分もう行かないかも。唯一の探索要素のネザライト強化もある。まあ、溶岩無限のためには行くかな。